ザカリー・トーマス・ゴドリーは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、バンバーグ郡、バンバーグ出身のプロ野球選手。ウトウミギ MLB のクリーブランド・インディアンス参加所属。相性はブル。メディアによっては、ゴッドリーと表記されることもある。2009年の MLB ドラフト50巡目で、ニューヨーク・メッツから指名されたが、この時は契約せずに、テネシー大学へ進学した。 2013年の MLB ドラフト10巡目で、シカゴカブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグカブスで、プロデビュー。A-9 ボイシホークスでもプレイし、2球団合計で14試合に登板して2勝0。はい、防御率2.02、28奪三振を記録した。2014年は、A 級、ケーンカウンティクーガーズと、 A 級デートナカブスでプレーし、2球団合計で40試合に登板して4勝3敗15、セーブ、防御率3.09、77奪三振を記録した。2014年12月9日にミゲル・モンテロとのトレードで、ジェファーソン・メヒアと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。2015年からは先発で起用されるようになった。開幕を、 参加の A 級バイセリアローハイドで迎え、A 級モービルベイベアーズを経て7月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のミルウォーキーブルワンズ戦では1900年以降初の6回無失点、無失球、7奪三振の回答を見せ、メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは9試合に登板して5勝1敗。 防御率3.19、34奪三振を記録した。2016年は27試合に登板して5勝4敗、防御率6.39、60奪三振を記録した。2017年は26試合に登板して8勝9敗、防御率3.37、165奪三振を記録した。2018年は33試合に登板して15勝11敗、 防御率4.74、185脱三振を記録した。2019年8月5日に DF となった。2019年8月7日にウェーバー工事を経てトロントブルージェイズへ移籍した。9月3日に DF となり、7日にマイナー契約で参加のトリプル a 級バッファローバイソンズへ配属された。9月8日に FA となった。 2019年12月19日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月13日に自由契約となった。その後、7月17日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。7月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 10月26日にマイナー契約となり、同日中に FA となった。2021年3月19日にブルワーズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは4月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月10日に DFA となり、12日にマイナー契約で参加の AAA 級ナッシュビルサウンズへ配属された。 6月18日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月21日に再び DF となり24日に FA となった。2021年6月28日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。フォーシームはほとんど投げず、ツーシーム、カッター、カーブを約3分の1ずつ投げる、技巧派右腕。ありがとうございます。